はい、ダービースタリオン3実況始めていきたいと思います。今日もね、ゆっくりまったりとプレイしていきましょう。開始76年目。あ、そういえばね、あのセガスターのダービースタですけどね、やっぱりね、ありました。アマゾンでね、負けプレで1円で売ってましたねあのセガスタンがね、あれ送ってきて動くことがあればね、動作できれば購入しましょうかね。あ、でもね、次のね、実況はね、ダビスタ実況はプルセ2のものにしようかなと思ってるんですけど、まあ先にクリアしてからですね。まだ G13 勝残ってるんで、朝日杯、日本ダービー、菊花賞ですよね。一番難しいのが残ってるんでね、ダービーが一番最後に残ったら熱いですよね自分的にはそれが一番理想かなと思ってるんですけど、さて、覚えてないな両方ともそうですね、休養に出してるんですね。右とピョン吉ですよね。さて、始めていきましょうか。旧車にはいませんよね。よし、そうか、種付けとかもあるんですよね、今回ね。名前とかもちょっとメモ帳とかやったかな、いろいろ考えてたんですよ。ポケモンとかね、メモ帳あるかな。こういうのは用意しとかないといけませんね、始める前にね。あったさて、始めていきましょう。いつ3月に、3月3週ピョン吉のが先だったっけな。ピョン吉は共同通信杯ですよね。右は4月2週ぐらいか。まあ、ピョン吉はサツキ賞をぶっつけでね、叩き台としてサツキ賞を使って、目標は日本ダービーですね。まあ、右は青葉賞を使ってね、なんとか権利取ってから日本ダービーがね、理想的なんですけど。ピョン吉は432キロ。あまりね、仕上げすぎたらダメなんですよね、これね。ちょっといきなり合わせるのは失敗したかな。そばキャスキャンディの3区はポケモンシリーズいきましょうかね。僕ね、ポケモンね、パッと名前出てくるのがね、ピカチュウでしょ、ポッチャマ、パルキア、もうそれその3頭じゃない30獣じゃないんだ、なんだろうな、3モンスター、モンスターですよね、 ポケモンってね、ポケットモンスターだから。ピカチュウとポッチャマとパルキアしか浮かばなかったんですよね世代が違うんでね。パルキア行きましょうか。パルキアって確かポケモンのね、パールだったんですよ。甥っ子がまだ小学校中学年か低学年の時にね、 DS のあのポケモンパールが出てね、僕中古で買ってね、一緒に遊んでたんですよね。確か甥っ子はダイヤモンド持っててね、パールが確かパルキアで、ダイヤモンドが思い出せないんですよねパルキアで合ってるよね。葵さん、これは期待できないんで、ね、稲中にしましょうか。稲中ね、稲中卓球部の稲中って言えばね、稲中って言えばね、宇多田ヒカルさんを思い出しますね。宇多田ヒカルさんが確か稲中卓球部のファンでね、なんかヘイヘイヘイだかなんかで言ってましたね。それ未だに記憶してるんですけど稲中卓球部、あらひどい漫画だった。あれはね、ちょっと問題作ですよ。ちょっと卓球部の物語なんですけど、まあ、卓球の話はほとんど出てこないと。まあアフロ田中みたいな感じですかね、今で言うとね。今で言うとっていうか、たとえ古いかもしれないけど、まあでも稲中のがはるかに、ね、ひどい漫画でしたね。
イナチュ、おとなしいか、1500万、これ厳しいな。あ、これすごいね、パルキア。これスピスターあったら、まあ、スタミナはつかないだろうから、スピード勝負根性があったら育てたいですね。ダービーひょっとしたらいけるかもしれない。あ、ちょっと葵さんをね売りましょう。濃厚めの馬だったんでね。ソバスカスキャンディーに、まあ、一番期待してるのがね、チョシちゃんの子供なんで、チョシちゃんにマルゼンスキーか。はい、そしてソバカスキャンディーに、ジェイドルバリーつけようか。サザエさんに、サザエさんは渋滞中と。あー、ちょっとねこれね、使いましょうかね。スプリングステークス使いましょう。ちょっと案外使わないでね、直行皐月賞行ったらね、調子もっと上がって絶好調とかになってしまうんですよ。そのあとはダービーまで調子保つの難しいんでね、ここはもうちょっと使っときましょう。おたべジョッキー、まとばさん乗ってくれないんだ。ひょっとしたらライシャア出てくるかな。ということは菊花賞ライシャア出てくるんちゃうかな。ひょっとしたらね、菊花賞のライシャア強いよ。うん、マックインより強いかもしれない。強敵だよね。まだか。1枠1番、ステージチャンスあたりに印を奪われているようでは、クラシック本番は厳しいですね。まあ、先行でいきましょう。最近ね、プレステ4のねダラダラ実況とかアップしてるんですけど、あれね顔出ししてるんですよね。ただね、顔出し動画とね、実況動画がずれてしまってね、まあ、おそらく PC が低スペックなのが理由だと思うんですけど、あれね、ちょっと続行はちょっと厳しいですよね。だからそれで思いついたんですけどね、以前なんかカップラーメンの紹介とかしてたじゃないですか。あの時ね、カップラーメンの写真撮ってね、このダビスタ実況の隅とかに貼り付けてね、紹介したらよかったかなと思ってるんですよね。だから今度ね、天理ラーメンとかね買ってきたら、写真撮ってこのサイドに貼り付けますよ、天理ラーメンのね。どうでしょう。まあ僕ね、ちょっと最近ちょっと太ってしまってね、4着厳しいなこれな、4着では。最近ねちょっと手術してね、退院してからね、5、6キロ太ってしまって、ちょっとダイエットしないといけないんですよね。3キロはまず痩せたいと。なんでね、カップラーメンちょっとやめとこうかなと思ってるんですよ。カップラーメンちょっと最近減らしてるんですよね。健康的にもね心配ですし、だからね、ね、散々天理ラーメンをね話に出してたんでね、あの時写真をアップできてたらね、よかったなと思うんですよね。まあそんな話はどうでもいいんで、ピョン吉はちょっとダメだったな。これでは厳しい。右ね、右のが期待できると思うな。クラシックはどんどん成長していくと思うんで、右はねちょっと合わせもやりましょうか。ある程度ね、青葉賞でも調子上げとかないといけないと思うんで。よし、何にしようかな。ポッチャマね、ポッチャマをね、甥っ子が好きだったんですよ、小学校低学年の頃ね。ポッチャマのぬいぐるみを持ってね、よくうちまで泊まりに来てましたよ。ポッチャマって言ったらペンギンじゃないか。
なかなかね可愛らしいポケモンでしたけど、よし、これ走ってほしいな。おとなしい、おとなしいだ、厳しいな。サザエさんの子供だからね、ワカメちゃん、ワカメちゃんじゃないよ、タラちゃんつけないとね、ボバ生まれたら。ルドルフ、ルドルフはアウトブリードなんでね、まあ、つけてもいいかな。たまにはつけましょう、ルドルフね。皇帝、皇帝ルドルフ。もうね、青葉賞一発勝負なんでね。よし、分かんない、そのままの調子、よし、OK、これで OK。 ああ間違えた、いっぱいいっぱいか、まあいっか、ちょっといっぱい調教は、まあいっか。皐月賞出走ですね。まあ皐月賞はね、あのチョシちゃんがね、この馬のおばあちゃんのチョシちゃんが勝ってるんで、青葉賞は5月の2週かな、5月の2週ですね。ライシャーね、アイネス富士、イブキマイカグラ、ピョン吉、まあそこそこですね。まあでもアイネス風神と、あー千代の出てきた、三強やね、この印か、厳しいな。まあ先行で来社はアイネス風神、桜千代のって言ったらね、やっぱり先行でね勝負根性あってバテない3頭ですからこれ一番厳しいかもしれない、この世代最強世代。ちょっと最強世代に生まれちゃったね、ピョン吉とミギーはね。早ひでぐらいだったらね、あの勝負根性で、勝負根性があればもうね潰すことができるんだけど、まあ、ババアに荒れてほしいかな、ダービーはね、ダービーはババア荒れて、あれ共同追試合見直したらね、結構ビワあたりと交戦してるんですよね。確かビワが3着で接戦だったですよね。だから不良ババだったらチャンスあるかもしれないと思うんですよね。うん、その位置じゃダメだよ、もっと前からないと、もっと前、もっと前、そこで止まったらダメだって。厳しいね、その位置ではね、おたべさんらしくない、そこまで我慢したらちょっとダメだわ。伊吹前神楽か、三強じゃなかったんや。一巻目は伊吹前神楽、確かリアル車大三区ですよね。まあ、ちょっと勝負ならなかったですね、残念。11着ここでもう一回合わせ馬強め、2周、ちょっともう一丁ね上手上げたいんですけど、厳しいなこれ。これでもう一段上げたいんだけど、まあいいか、これで出すか。442ぐらいがベストだと思うんでね、この調子で3着まで入れるか。ちょっと乗り換わり、ここで滝さん、小田部さん、的場さん。滝さんなんか乗ってないよね、滝さん。桜千代のアイネス風神、ライスシャワーだもんね。的場さんはダメだ、小田部はだからね、ピョン吉だから滝さんだ。
これは心強いジョッキーが味方になってくれました。青葉賞行きましょう。ステージチャンス強いね。右ちょっと入れ込んでる。入れ込んでる。ちょっとこれどうしようかな。入れ込んでるよ。まあ追い込みしかないね。もう滝さん追い込み得意だからさ、俺やって後方で、後方で俺やってなんとか末足爆発期待してる。ここで、あ、ちょっとかかってるわ。マジかよ滝さん、これはね苦しい、超苦しい。そこで折り合い、折り合わないよね。行くよねガンガンね。なんとかスタミナキープ、これは厳しい。胃が痛くなるねこれ。そのまま行ってくれ、そのまま行ってくれ、そのまま行け。胃が痛くなる本当に。ステージチャンス、ステージチャンスには勝てない。もう早く直線まで行けよ。すごいスタミナだね。だけどこれだけかかってさ、追い込みだからね、まだ足残ってる可能性はある。あ、バテたやっぱり。あ、でも大丈夫大丈夫大丈夫。いけいけ、させ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 。あー惜しいな、これなかなか強い競馬したよこれ。なかなかいい競馬した。次ダービー行きましょうね。権利取ったんで賞金もね、もう1600万円ぐらいになるんですかね本賞金ね。よし、これでねもう菊花賞もね調子が良ければもう出走確定なんで、賞金でね省かれることはないんで。やりましたね。うん、ちょっと引っかかってたけど滝さんよくやった。さてこれで目標はダービー、ダービーまで今回やりましょうね。もう絶好調になっていいんで。6月2週ですね。あ、ちょっと待て、うん、大丈夫やね。ちょっとこの辺しびれますね。ラビスターのね最近のやつだったらね、ウッド2日追いすればね状態変わったりするんですけどね、ダビスタ3では変わらなかったかな。よし OK、 ウッドがね変わりやすいんですよね。うん、ピョン吉大丈夫かな。あ、ちょっと落ちた、苦しいな。ちょっと体重も太いし、ちょっと6月2週ですよね。そうですよね。よし、あー、ちょっと体重落ちたね。まあピョン吉はねあまり期待 してないんでね、期待はちょっとね、ここに来て力をつけてきた右ですね。滝さん乗ってくれるか。よし、ここをね絶好調にしたい。絶好調、よし、完璧な状態ですよこれ。あとはねなんとか入れ込まないでいってほしい。滝さん、はい、滝さん、あー乗り換わりか。的場さんじゃん。来車は出ないんや。な、滝さん何乗るんやろ。白大星か。白大星ぐらいなら勝負になると思うんだけどな。ピョン吉状態がねいまいちなんでね。右、よし、いい感じ、
いい感じやね、右はね。うーん、あ、右印ある、これチャンスあるよ、やっぱ強くなってきた右、これ菊花賞も期待できるし、先行でね。ババいやいやもういい感じやね、両ババよりこっちの方が全然いい、期待しましょう。的場の意地、ちょっとライバル馬見てなかったな、何だったの、白大星と、よし出遅れなかった、白大星とステージチャンスぐらいならね十分やれるんで、俺やって俺やって、サッカーボール、サッカーボールあたりもね距離長いと思うんで、ダービーはこれチャンスあるね、かからないでね、うん、いい感じ、ちょっと外回ったらあかんって、ちょっと外に出すの早すぎだって、これはね大歓声が上がります、これはちょっとグラグラいってるね、これはあまりよろしくない、あーちょっと大丈夫かな、肝心な時に上がっていかないと、肝心な時にもっとしごいてさ、的場さん、ちょっとこれ後ろやな、こっから厳しい、ちょっと騎乗方法が悪いわ、ちょっと前つけたらチャンスあったのに、苦しいな、ちょっと切れるはしないからね、武豊や、これ前つけてたらチャンスあったと思うんだけどな、絶句ですね、ちょっとね、マドバジョッキは弱気すぎたと、うん、秋に向けてねちょっと安定をね考えとかないといけませんね、おそらくマドバジョッキの来シャーがね菊花賞で出てくる可能性があるんでね、うん、白大星、メルシアトラでしょ、ステージチャンス、このあたりならね競り合いになったらねチャンスあったと思うんで残念ですね、まあ、というわけで今回これで終了します、悔しいですが終了します、ご視聴ありがとうございました、また会いましょう。